コーンウビスケッツ強すぎ。コーンウビスケッツ本当に強いですね。岩田騎手の手腕で見事に復活し、完璧な競馬を見せてくれました。G さんとはいえ完勝だったので、今後の活躍に期待が高まります。ただ、岩田騎手に再生された馬は勢いが続かないことが多いのが少し心配です。ダートでの起用も考えられましたが、母方の血統が芝向きなので仕方ないですね。ホーンウビスケッツは地味ながらダービー6着、東京新聞杯3着の実績がある馬です。今後のさらなる飛躍が楽しみです。砂防内毛添え下手すぎ。最内枠を引いたにもかかわらず、なぜか台外をぶん回す池添騎手。函館競馬場であのような騎乗をするとは驚きです。スタートして前に行こうとしたものの、内側に閉じ込められたため後ろからの競馬になってしまいました。まるで他の騎手から嫌われているかのような展開でした。鼻差で4着に終わり、鼻を殴った報いと言わんばかりの結果に、勝って謝罪会見をするつもりだったのかもしれませんが、今回は叶いませんでしたね。